米津玄師さんはですね、10年に1人の天才とも言われていますけれども、もちろん天才だと思うんですけど、何にもこう考えてないでパン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 曲を作る天才っていうよりは、どうも皆様こんばんは、セゴリダ三世でございます。さて、さあいつもはですね、私がですね、こうゴリラとなって動画の方は撮っているんですけれども、今回はですね、このように iPhone X で新しく搭載されたアニ文字を使って、普段の僕のようにですね、動画を作っていきたいなというふうに思っております。あ、新しい試みですね。というわけでやっていきましょう。というわけで今回はですね、ちょっと前に発売されました米津玄師さんの新しいアルバム、ブートレグのレビューでございます。こちら米津玄師さん、その名の通り、いつも僕動画に作っていますけれども、個人名、いわゆるソロでですね、動画を作っている方ですよね。しかし今回もソロと感じさせないほど、音の数が豊かな曲が多いです。かと思えばですね、極端に音数を少なくしている曲もあり、文字通り音楽を楽しんでいると感じさせてくれる一枚になっています。もし仮にですね、私がですね10代の初めの頃にこのアルバムを聴いていたら、間違いなくどっぷり聴き続けた作品になっていたんじゃないかなっていう風に思います。最近音楽を聴き始めた人も、長いこと音楽にどっぷりハマっている人も楽しめる作品じゃないかなという風に思っております。それじゃあいつも通り1曲目からいってきましょう。レッツGo。 それではまず1曲目、飛燕です。飛ぶツバメと書いて飛燕と読みます。飛燕というのは文字通りツバメが飛ぶということで、春の季語にもなっています。あとは戦闘機にもなんかねあるみたいですよ。で、今回の歌詞とかを見るとですね、こう若さあふれる曲になっているので、多分ですね春の方が強いのかなと、まあいわゆるですね春というか青春ですよね。そういったですね青春時代を歌ってるんじゃないかなっていう風に個人的には思っています。で、この曲自体ですね、すごくメロディーが美しい曲ですね。で、米津玄師さんの声もですね、すごくいい声だなというのを改めて感じる曲です。で、バックではですねギターがですね細かく動いていて、でそれもですね聴いていて心地いい曲です。1番と2番でですね使ってる音も微妙に違っていて、聞くたびにですね新たな発見もある、奥が深い曲になっています。で、2曲目、ルーザー。これはですねシングルでもリリースされているので、もう皆さんご存知だと思います。独特のですねこういうダンスがですね印象的ですよね。このメロディーってですね個人的ですけど、他のバンドとかでリリースしてたなんかゴリゴリにですね歪ませてもおかしくないんじゃないかなって思う曲です。だけどあえてそうしないっていうのはやっぱりねソロの方が強いからなのかなっていう風に個人的には思いました。あとですねリズムトラックやっぱすごく印象的ですよね。米津玄師さんバンド経験もあるんですけど、むしろねソロでねニコニコ動画に投稿されてた時の方が長いので、やっぱ DTM を中心にですね成長してきた人なんだなっていうのがよくわかる一曲になっています。そして3曲目、ピースサインです。ピースサインはですねシングル曲かつアニメのですね僕のヒーローアカデミアのタイアップにもなっています。まあ、いわゆるですねザ・バンドっていう感じの曲ですよね。コーラスがすごく気持ちいいです。で、まあ、全然関係ないですけど、このアルバム自体はですねもうテレビで長い CM 打ってますよね。ソニーがものすごく力を入れてるなっていうのがわかります。このアルバム自体もですねヒット曲をものすごく多数収録していて、ソニーがですねもう売る気満々というのがですねすごく強く感じますよね。で、このピースサインはですね以前にも曲作って頭の中どんな風になってるか見たいとも言ったんですけど、まあ、改めて聞くと本当にかっこいいですよね。あと個人的にはですね取り戻せっていうところがですねすごく好き、めちゃくちゃかっこいいですよね。で、4曲目のですね砂の惑星、こちらはですね8名義でもですねリリースされていますよね。初音ミクバージョンもあります。これ初音ミクさんとも一緒にやってますよっていう風になってるんですけど、まあ、8名義でリリースされたものと違って米津玄師さんの歌がもろに出てるという感じですね。なので8名義の方がねかなりね遊びが多くって、僕個人的にはですねあっちの方が好きですね。で、こっちはこっちでですねちょっと音数も少なくなってるんじゃないかなっていう風な印象になってます。で、こういうのを聞くとですねやっぱ米津玄師さんがですね本当に心の底からこう作りたい曲って多分こういう感じなんじゃないかなっていう風のも思います。まあ、世間がですね好きな曲とですね自分がやりたい曲って少なからず相違があると思うので、それをですねよーく分かった上で曲作りをしてるんじゃないかなっていうのもやっぱ強く感じますよね。さあ次5曲目いきまして、オリオン。これはですねアニメ3月のライオンのタイアップになっています。で、これはですねストリングスのリフがすごく印象的な曲になっています。米津玄師さんはですね DTM で曲を作ることはすごく多いので、 DTM をねやるとですねやっぱリズムを最初に
作るので、こうリズムがものすごくかっこいい曲っていう風になっていくんだけど、このですねオリオンに至ってはですねリズムはあんまり強調されずですね、メロディーとコーラスが特徴的な曲になっています。で僕もですね本人のインタビューってあえて読んでないんですけど、まあ、タイアップだったからその向こう側からそういう要望があったのかどうかちょっと謎ですけど、まあ、そういう風な感じ、まあ、もしくは最初はすごい音数が多かったんだけど余計な音を削ぎ落として必要な音のみに残していったのかなとも思います。どちらにせよですねすごくシンプルですけど印象に残るいい曲ですよね。そして6曲目のですね怪獣マーチ、これはですねもうその名の通りすごく可愛い曲です。 NHK のみんなの歌に入っていてももう全然おかしくない曲です。で個人的にですね僕このアルバムの中でもかなり好きな曲に入ってますね。で3分19秒あたりが曲がちょっと微妙に転調するんですけど、それがもうすごく可愛くて僕好きです。でこの曲は全体的にすごい希望が溢れていて、あのやっぱねこういう曲ってねやっぱ子育てしてるから余計なのかもしれないですけど、すごくねこういうのが耳に残って、なんか子供と一緒に歌いたいなとかいう風に個人的に思った曲でもあります。そして7曲目に行きましてムーンライト、これはですね最初にレコードのですねプチプチっていう音が入っていて、それがですねこう古さを感じさせつつも音作りはですねすごく現代風なんです。そのですねこうプチプチっていうですねアナログ感とこう最新のですね音作りがですねこうすごくこう違和感というかこうギャップになっていてすごく印象的になっています。特にですねボーカルとコーラスのエフェクトがもう絶妙ですよね。1個のボーカルにはですねこうハイトーンになっていて、もう1個の方はですねこう音を下げるようなエフェクトがかかってるんですけど、こういうのってね一歩間違えるとすごいダサくなりがちなんですけど、そうならずにですねもうすごいギリギリのところでですねかっこよさを保ってるっていう感じが、なんかうまいな、やっぱこういうことができる人ってすごいなっていう風に改めて感じるような曲です。やっぱ職人気質ですよね米津玄師さん、やっぱすごいなっていう風にねこういうのを聞くと改めて思います。そして8曲目に行きまして春雷、文字通りですね春の雷という風に書きまして、3月から5月に起きる雷となっています。春の到来を告げるとも言われていて、よく雹も伴うみたいです。この曲はですね一回聞くとねすごいサカナクションっぽいなと、ダンスとロックの融合っていう感じですね。 A メロと B メロはですねもう矢継ぎ早にパワーって歌っていって、まあ、マシンガンみたいに歌う感じ。今までですねそれ特徴的だったリズムトラックはすごくシンプルなんですよ。リズムはすごくシンプルなのにメロディーはですねこうマシンガンのように歌うので、それがですねこう疾走感を生んでるのかなっていう風に思います。すごくねこう不思議でもかつかっこいい曲になっています。続いて9曲目フォグバウンド、これはですね霧が立ち込めたとかノームで立ち往生したっていう意味になってます。女優のですね池田エライザさんとコラボしたっていうのも話題になってますよね。でもねこうね米津玄師さんってすごいね旬な人とコラボするのってほんとうまいなっていう風に思います。やっぱエンタメってね話題を提供してですね僕らの日常生活でこう新たなですね驚きとか楽しみを与えてくれるっていうものだと思うんで、そういうのもねすごく理解されてるなっていう風に思います。ただねこの曲自体はすごくかっこいいんですけど、池田エライザさんが参加してるっていう感じがあんまよくわかんなくて、多分ねコーラスなんだと思うんですよね。もうコーラスで参加されてると思うんだけど、あんまりねこう自分がね前に出ようっていうのがですねあんまり感じないんですよね。だからコラボしてるっていう感じがあんましないんだけど、続いて10曲目に行きましてナンバー9、こちらもですねシングルになっています。なんかルーブル美術館の特別展の公式イメージソングにもなってるみたいですよ。すっごいメロディックな曲です。こういうメロディーセンスってほんと素晴らしいですよね。こういうねメロディーってやっぱさすごい重要で、あー聴いてて気持ちいいなーとかってあるじゃないですか。でそういうね人が気持ちいいって思うことをねやっぱ知り尽くしてるんだなっていう風に思います。さらにですねそれを通り越してですねもう僕らリスナーっていうのはですねもう米津玄師さんの手のひらの上で遊ばれてるんじゃないかなって思うぐらい人の心をですね熟知してるなっていう風に思います。そして11曲目いきましてアリス、これはですね読みにくいんですけどアリスって読みます。不思議の国のアリスを意識してるんじゃないかなって思う歌詞ですね。サビまではですねもう音遊びが本当に多くって、もうこんな音まで入れるんだっていう感じなんですけど、だけどねサビで一気にメロディックになるんですよ。でそれでね曲がですねこうなんていうかバラつかないでこうビシッと揃うっていう感じ。 A メロ B メロでですねそういった遊びがあってもサビがですねビシッとすると曲ってやっぱね一本筋が通るんだなっていうこともこの曲を聴いてですね改めて思いました。すごく上手ですよね。そして12曲目に行きましてナイトホークス、これはですね非常にシンプルな曲です。バンドで曲を作りたい人にとってはですねもうお手本みたいな曲ですね。こういうですねメロディックな曲がもうサクッと作れるようになったらもう相当メロディーメーカーとしてはもう
一流だと思います。しかもですね、やっぱね、これもコーラスがいいんですよ。やっぱね、曲っていうのはですね、声だけじゃなくコーラスの要素も重要なんだなっていうのをですね、再認識させてくれる曲でもあります。僕ね、このアルバムの中でこの曲が一番好きかもしれないです。すごいシンプルでですね、かつかっこいいですよね。そして13曲目、打ち上げ花火です。これはですね、ダオコさんとのコラボでももう有名な曲ですよね。映画よりもですね、曲の方の評価が高いんじゃないかなっていうぐらいですよね。で、これはダオコさんが歌ってるパートも米津玄師さんがもちろん歌ってるっていう感じなんですけど、個人的にはですね、ダオコさんとのコラボの方が好きですね。こっちはね、こっちでもちろんいいんですけど、音数はすでにリリースされてる方に比べるとぐっと減っています。あとメロディーもですね、一部変更されているなっていう感じがするんですよ。なのでちょっと違和感を覚えたりもするので、やっぱりね、リリースされてるやつの方がしっくりくるなっていう風に個人的には思います。この曲ってすごくシンプルで耳に残るじゃないですか。この曲を聴くとですね、僕いつもね、チューリップの曲を思い出すんですよ。あの、咲いた咲いたってやつ。この曲がヒットしたってもちろんですね、メロディーも素晴らしくいいっていうのもあると思うんだけど、人々のね、心の中にあるそのですね、動揺をですね、ちょっと思い出させたからなんじゃないかなともちょっと思って、そう考えるとやっぱりね、米津玄師さんですげえなっていう風に改めて感じたような曲ですね。そして最後14曲目、灰色と青でございます。これは動画もね、先日出したんですけど、今をときめく菅田将暉さんとのコラボになっています。もう大好きです、この曲。本当にいいですよね。もうあっという間に1000万再生ですよ。すごいね。えげつないんだけど、半端ない。これはですね、 A メロ B メロはですね、すごいシンプルで落ち着いていて、だけどサビでですね、盛り上がって、かつコーラスもものすごく綺麗っていう、いわゆるヒットの法則のですね、教科書みたいな曲です。で、2番のサビが終わった後、曲が終わるのかなと思ったらですね、アコギとコーラスと歌のみになって、で、最後にもう一回盛り上げるっていう。で、それで最後はですね、プツって終わっていくっていうのもすごくいいなって思うんですけど、なんか物足りなさも感じて、もう一回アルバムをですね、全部通して聴きたいなって思わせてくれるような、すごい麻薬みたいな曲です。はい、というわけでですね、さらっと言ってきました、米津玄師さんの全14曲入りのアルバムブートレグ。米津玄師さんはですね、10年に1人の天才とも言われていますけれども、もちろん天才だと思うんですけど、何にもこう考えてないでパンパンパン曲を作る天才っていうよりは、計算しまくっている天才っていう感じですね。人がどうすれば感動するのか、まあ、グッとくるのか、また逆にですね、不安な気持ちになるのか、または盛り上がるのか、でさらにそれを通り越して、すごくいい曲だから誰かに伝えたくなる、まあ、いわゆる共有したくなるとか、さらにはですね、それをどん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 広がっていって、どうすれば話題になるのかとか、そういうのをですね、相当考えて、かつそれをね、全部実行してる人だと思います。だからこそですね、 YouTube でもとんでもない視聴回数になったり、メディアでの話題をですね、かっさらうんじゃないかなって思います。もちろん話題になった後の曲のクオリティもすごく高いので、聴いた人全員が満足できるっていう、やっぱね、ほんと素晴らしいアーティストだと思います。なのでこのアルバム自体がほんと素晴らしくよくって、火の打ち所が今のところはあんまりないんですよ。なんで、あえて言うなら、打ち上げ花火はですね、ダオコさんの時のバージョンの方がいいかなぐらいで、もう他は本当に完璧だと思います。買おうかどうか迷ってる方、ぜひですね、聞いてみたらいかがでしょうか。というわけで、今回は新しい試み、 iPhone X のアニ文字を使って米津玄師さんの新しいアルバムブートレグをレビューしてみました。いかがだったでしょうか。これはこれでね、すごく面白い試みじゃないかと個人的には思ってるんですけど、ぜひ皆さんですね、どんな感じだったのか、下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。それと、このアルバム気になった方は、僕の動画の説明欄にリンクがありますので、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてくださいね。